どうもこんにちは、カウントです。で、まあ、今回ね、何についてお話していくのかっていうと、お金とね、引き寄せの法則の関係についてね、お話ししていこうと思います。お金と引き寄せの法則。で、まあ、初めてこの動画を見る方はね、まあ、お前誰だよとか、なんかね、ちょっとデコ広いなとか、まあ、いろんなね、こう、疑問とか恐怖とか、まあ、恐怖はないですね。まあ、なんかね、こう、感じることがあると思うんですけども、ちょっとね、まあ、2分20秒ぐらい見てみて、まあ、なぜ2分22秒なのかはちょっと微妙ですけども、ちょっとピンときた方はね、最後まで見ていただければと思います。そう。でまた今回ね、かなり今日妙な場所でまた撮ってるから、よくわかんないと思うんですけども、ちょっとね、楽しみにしていてください。で、今回のね、まあ、テーマ、お金とね、引き寄せの法則ってことについてね、お話したんですけども、で、まあ、そのお金っていうものと引き寄せの法則っていうものがね、どういう、こう関係性があってね、密接的に結びついているのかについてお話ししようと思います。実際僕自身もね、このテーマ、このね、特にお金とね、この、まあ、引き寄せの法則に関してはかなり本当にいろいろ本を読んだりとか、まあ、そういうセミナーとかね、まあ、たくさん出てねすごく勉強したんですけども、で本質的なことっていうのをね学んでも、でもねやっぱり自分の実体験としてなかなか腑に落ちなくて、で最近になって本当ようやくねこの関係性がすごく腑に落ちたというかね分かったんで、今回ねこのような形でお話できればなということでお話しております。そうで、多くの人がね例えばお金持ちになりたいなとか、お金をねこう稼げたらいいなとか、あとね、それを、例えば引き寄せの法則っていうものを使ってね、具体的に言うと、例えば、紙に書いたらお金が寄ってくるのかなとか、まあ、そういうことを考えるわけなんですけども、でもね、なかなかうまくいってないと思うんですよね。で、僕自身もやっぱり昔ね、本当に、まあ、自分は今、独立してビジネスを行っているんですけども、昔っていうのはやっぱり、そのなんかね、お金をこういくら欲しいのかを紙に書けばね、それが寄ってくるとかと思って、がむしゃらに書いていってね、いた時期があったんですけど、でもなかなかね、本当に昔は、そうだったんですけど、全然それが寄ってこなくて、で何がで今はねすごく何が違うかというと、今は具体的に例えばね本当に、まあ、自分で会社やってるんで、大体月の売り上げはこれくらいにしたいとかいうふうに決めて、それまでにねこうやっていくわけなんですけども、今は本当にドンピシャでね来るようになりました。来るようになりましたって言ったらちょっと、まあ、語弊があるかもしれないんですけども、具体的に月に大体これだけね欲しいなって思って、それを本当に願ってね、まあ、潜在意識にしっかり入れ込むと、その額がちゃんとね達成されてるっていうことがね本当に起こるようになりました。でね、当時とね何が違ったかっていうと、昔っていうのはね本当に月何十万稼ぎたいなとかっていうのを紙に書いて、毎日紙に書いてたんですけども、でも全然ね一向に達成されなくて、でも本当に最近はねすごくそれがね行われてるっていうかあったんですけど、それは何があったかっていうと、単純にまあ一つだけなんですけども、その引き寄せの法則っていうものをね正しく使っていたんですけども、今やってるかやってないかっていうのは何があるかっていうのは、僕は今手段があるったんですよね。で当時っていうのは、昔っていうのはね本当にただの僕は大学生で、その時はね、ビジネスすらも行ってないただの大学生だったから、いくらそれを願おうと思ってもそこに対するビジネスに対する知識が全くなかったから、一向に引き寄せられてこなかったんですよ。ですごくシンプルなんですよね。で僕もそうだったんですけど、それ僕以外の人でも周りもそうで、やっぱりこうなんていうのかな、そのビジネスのスキルっていうものがあって、初めてね、その引き寄せの法則っていうのがしっかり働くんですよ。で、そこの中で、例えばあなたが、いくらね、こう、まあ、なんかね、わかんないですけども、例えば家を建てようとして、いくらね、こう道具を集めていても、大工さん、建てる大工さんがいなければ、それ、建てないですよね。要はあなたがいくら、こう、パーツだけ揃えていても、意味がないんですよ。だから僕の例で言ったら、そのなんか月30万稼ぎたいなとかって、昔、例えば建てたときに、そのなんかそれに対する、まあ、これやったらいいのかなっていうアイディアはあったんですけど、それを、ね、どういうふうにやっていくのかっていう、その例えばこうやって人前で話す力だったりとか、それの文章でやる力だったりとか、そのマーケティングっていって人を集める力っていうものはなかったから、いくらどんなに頑張ってもお金がね引き寄せられてこなかったんですよね。そうだから知識、そのアイディアとかは確かに出るんですけども、それを形にしていくその具体的な手段が分かんない。だからそれを僕はそれも引き寄せられてきたと思うんですけど、知らなかったからね、僕自身スキルとして持ってなかったから一向にそういう状態にならなかったんですよ。そうだ、ここでポイントとしてほしいのは、あなたが、ね、いくら金額を稼ぎたいのかっていうのを描いた後にぜひやってほしいのが、まあこれステップ1でまず具体的な自分が得たい金額を決めてほしいんですよね。でその次にやってほしいことが、どうやったらその金額が実現できるのかなってことを考えてほしいんですよ。で具体的に言ったら、その額を稼いでる人に実際に会いに行ってみた方がいいと思います。でこれが一番僕はねリアリティを感じるんで、やっぱり金額っていうのは本当にね、自分だとリアリティを感じにくいと思うんですよね。そのスキルのもそうなんですけども。で、僕自身はやっぱりずっとね、そのリアリティって感じづらいじゃないですか。自分がだってまだ稼いだことない金額だからね。
だから何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、これよく言われることだと思うんですけども、実際にその金額を稼いでる人のところに直接ね、会いに行ってみて、どういう感じなのかっていうのを、それを体感レベルで学んでほしいんですよ。あ、こういう感じなのかっていう。で、例えば、ま、月300万円稼ぐ人だったら、毎月ね、10万円が、毎日10万円ぐらいが大体入ってくるわけですよね。まあ、これ税金とかちょっと抜きにしてるような話ですけども。で、10万円入ってくる人ってこんな感じなのかっていうと、10万円、毎日10万円ってやると、ちょっとリアリティが起きますよね。あ、何にこれだけ使えるなとか、じゃあ家賃これだけの家に住めるなとかって、リアリティが湧いてくるんですね。そうすると、そこからどん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 つながってくるんですよ。うん。で、例えば僕だったら、そのね、これ本当に引き寄せの法則ってすごく興味深いんですけども、例えば月300万稼ぐって決めたら、毎日10万円ですよね。10万円って決めたら、じゃあその10万円をね、稼ぐためには、今例えば自分がビジネスやってないと相手がないと思うんですけど、今持ってる商品をね、何個売れ、何人の人に届ければそれだけの達成するのか、じゃあそのために何をすればいいのかって、そこまで初めて具体的にして、そうなるんですよね、これ、うん、だからただね、その数値だけ描いていればそうなるのかって、そんなことはないんですよ。具体的にする必要があるってことなんですよね、その引き寄せの法則っていうのを。だったらポイントは、その金額を書いた後に具体的にそれを何でどういうふうにどれだけのものを使って行うのか、でそのために必要なものはどういうスキル、どういうところがあればできるのかっていうところまでを明確にしないと、その額はやってこないってことなんですよね。まあ、すごくシンプルだと思うんですけども、でも僕はこれ本当にね、これが本質だと思うんですよね、うん、だからまずちょっとね、整理、ちょっとすみません、話がこんがらがったんで整理をすると、まずステップ1でやってほしいのが、あなたが、ね、欲しい金額をまず決めます。で、その次に、じゃあそれを達成するためにはどういう人がいるのかなってことを調べてみてください。その金額を稼いでる人で、実際にその人に会いに行ってみたりとか、その人とね、まあ、セミナーとかやってるんだったらそういうの行ってみたりとか、直接会えるんだったら会ってみてください。で、ステップ2で、じゃあその金額を稼ぐためにはどういうビジネスをやってればいいのかなってことで、そのビジネスに対する最低限の知識っていうのを身につけてください。うん。例えばさっきの大工のお話もそうだし、あなたがその知識がなかったら何もできないですよね。だからビジネスの最低限の知識を手に入れる。で、そしてビジネスの知識が手に入れたら、その引き寄せの法則によって引き寄せられたアイデアと、あなたのビジネスのその持ってる知識ですよね、とこうリンクしてビジネスモデルっていうのが生まれてきます。そしたらこれをこういうふうにやればうまくいくのかなってことが、どん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 具体レベルになってくるんですよね。それがそしたら毎日のね、品の中でのそれが1日単位になっていって、なるほど、これをこれだけやればこうなるのかってことで、それがドンピシャでね、引き寄せられてくるって感じなんですよ。だから、まずはその具体的に自分でその落とし込まないと、そういうアイデアも出てこないし、そういう引き寄せ、そういう出会いとかも起きないんですけども、まずそれをね、オーダーした後に、次に、それと同時に自分が持っているもの、この2つが大事なんですけど、まずオーダーするのと同時に、自分のスキルっていうもの、スキルとか知識ですよね、っていうものがこう組み合わさってアイデアっていうのもある。で、それを毎日のスケジュールレベルに置いていくと、具体的にその金額が引き寄せられていくんです。だ、僕自身も本当にだいたい今これくらい欲しいなっていうのをいつも決めて、そしてそこに対して自分のね、うん、まあ、アイデアが湧いてくる場合もあるし、来ない時もあるんですけども、来た時にやっぱり自分のスキル、だからよく昔あったのがね、これで、まあ、引き寄せてたんですけど逃していたケースがあったのが、例えばそういう願うと、やっぱそういうね、出会いっていうのがあるわけなんですよね。すごい出会いとか、まあ、すごい出会いっていうか、大抵自分から仕掛けてるんですけど、それも例えばあの人に会いたいと思って急にメールしてね、会えるチャンスになったとか、なんかすごく教材を買ってね、すごく勉強したとかあるんですけど、そのチャンスになって実際会えることになったんですけども、自分のスキルがそこに追いついてなかったから、知識がなかったから、会ったとしても無駄になっちゃったんですよ、うん、だからゲットするには何が大事かっていうと、そうなってる、そのにふさわしい自分の状態になってないといけないですよね。だから月最低でも300かもしれないんだったら、大体これくらいのスキルが必要なのかなっていう、その自分の大体そのスキルっていうか、そのありますよね、それが追いついてないってダメなんですよね、うん、でそのバランスが取れて初めてその額が引き寄せられてくるってことになるんで、まあ、ちょっとね、難しかったかもしれないんですけども、ぜひね、ちょっとまず今の流れを自分なりに整理してやってみてください。まあ今日はこんな感じで終わると思うんですけども、まあ、ぜひね、今回のお話を聞いて、引き寄せの法則をね、最大限に活用していただければと思います。そんな感じでね、今日は終わると思うんで、どうもね、見ていただいてありがとうございました。